女が一人路上でふらり揺れている。悲しみの底の底をさまよいながら、罪深い私には行き着く場所もない。惨めな私には頼る相手もいない。なんて悲しい、なんて寂しい。止めどなく落ちていく涙、ただひたすらに自分のための涙。ふとどこかで電車の音が聞こえる。カタタタン、カタタタン。女は顔を上げて目を見開く。そう、あれがあなたの終着点。どうして私だけがこんなに不幸なの？どうして私ばかりこんな目に遭うの？そしてやっと気がついたの。Oh!
こんな悲劇が偶然起きるはずはない。すべては私の運命だった。私はこの世界という一つの物語の主人公。虫みたいにすりつぶしてやる。なんて悲しい、悲しい物語。救いのない、望みのない物語。それでこそ美しい物語。私はこの物語を完成させなくては。今、物語は最後の章にたどり着く。残る場面はあと一つ。哀れな主人公は悲嘆に暮れて、儚い命を散らしてしまう。止めて消えろ。
怖がらないで。あの列車を見て。大きくて無慈悲な鉄の塊。思い浮かべてみて。あれが私を引き潰すところを。みんなが私を見るわ。哀れな私の無残な体を、ひしゃげた私の白い足を、こぼれた私の赤い臓腑を。吹き飛ばしてやる。
偽りのない私の中身、そして弾けた私の血潮が銀色の車体をパッと彩るの。誰も忘れられない最高の終幕。みんなが泣き叫ぶでしょう。流れる涙も響く嘆きも全部私の悲劇のため。ああ、ゾクゾクする。虫みたいにすりつぶしてやる。理想の悲劇には遠すぎる。
駅のホームに響く警笛の音。最後の急行列車がやってくる。もう迷いは何もない。やるべきことは一つだけ。毒と心臓の音、張り裂けそうに脈打っている。もう恐れることはない。欲しいものは一つだけ。死、冷たく美しいもの。悲哀に満ちた私の人生は終わる。この上ない完璧な形で。死ぬつもりだけれど、悪夢の中で誰にも見られず死ぬのは嫌。あなたを殺して私は夢から覚める。そしてみんなの前で悲劇の幕を下ろすの。さあ早く死んで、私の悲劇を返して。膨張した頬、荒い息遣い、悲しみの底の底からさらに下、奈落へと落ちるその瞬間、永遠の悲哀が彼女を包む。そう、足をタンと踏み切って、彼女は嘆きの海へ飛び込む。瞳にいっぱい涙を浮かべて、唇にいっぱい笑みを浮かべて、そして世界は弾けた。赤く泡立つしぶきとともに。